ハーバービジネスオンラインさんですね、ぜひその批判をされている僕たちの意見も聞いていただけないでしょうか。それは千代さん、選挙ウォッチャー千代さんと一緒でいいですよ。この記事を書かれた千代さんと一緒でいいですよ。っていうのは、これちょっとね、せっかくだから最後にこの記事ちょっと長いんですが読みながらですね、反論していきたいと思いますね。どこが問題があるのかっていうところですが、人々が政治や選挙に無関心を極めた結果、こんな人たちが議員をやっているのかと驚くような事件が発生しました。6月10日投開票の松戸市長選挙で NHK から国民を守る党の市議2名が市民メディアの記者に対して暴行し肋骨骨折の重傷を負わせる事件が起こったのです。暴行するだけでも驚きですが、その市議は立花代表はヤクザ、私はピンピラだと代表も私も自覚し自負していますとツイート、あんなゴミに情けや優しさは不要とまで発言しています。私代表の立花がヤクザであるっていうことは公言しています。ただヤクザと暴力団は違いますからね、ちょっとそこだけは間違えないようにしてください。事件の発端は市民メディアの記者が公約を教えてください。これ市民メディアの記者っていうのは大江太郎さんと新尾さんのことですね。と質問したところ、候補者なら誰もが聞かれることであろうごくごく基本的な質問だと思います。しかし過剰反応した NHK から国民を守る党の立花孝志区議、大橋正信市議が候補者に代わって質問には答えないと発言し、逆に市民に向けてカメラを向け始めました。そのためどうして答えないのですかと質問すると、恫喝するように記者を追い払おうとして退去命令を出すと主張し、行動でやっている選挙活動、これ選挙活動じゃありますからね、選挙活動じゃなくてこれはね選挙運動の間違いなんです。大事ですからね、政治活動と選挙運動って全然違って、我々は行動を選挙運動で優先的に使用できるんですよ。選挙活動だから、ごめんなさい、選挙運動だから聴衆を止めさせて通行の妨害をさせてもいいっていう権利なんです。これ妨害ってちょっと今言い方が間違ってますけどもね、全然そのなんだろう、許可もなくね、道路でその演説をしてね、いろんな聴衆が止まれることって基本的にはダメなんですよ。ただ選挙運動中は行動で、我々はその行動を使って選挙運動ビラを配ったり演説をしたりっていう権利が優越してる、最優先されてるんですよ。もちろんね、通行者を妨げてやるってことはしません、してないです。そんな中で彼らがやってきて質問に答えないと言ってるのにその場から退去しない。退去するっていうのはね、そのビラを配る行為に対して、選挙運動をする行為に対して妨害を与えないところまで下がってくれって言ってるわけです。どっかに行ってくれって言ってるわけです。誰も一度も一言も僕撮影をやめてくれなんて言ってないし、取材を断ってるわけですよ。なんでですか、嫌です、質問来ますよね、嫌ですってはっきり言ってるでしょ。これは質問に回答しない権利がこちらにはあるからです。そんなね、妨害することが明らかになっている人たちにどうしていちいち選挙する時間を割いてですよ、この人たちに時間を割かなきゃいけないんですか。あなたたちが取材するのは自由ですが、我々の選挙運動の妨害にならないエリアに退去してくださいと。僕たちのだから縄張りなんですね、あの選挙の旗を立てて選挙カーがあって、その縄張りに入ってこないで、その縄張りは何メートルなのかっていうのは、これまさに判例で決めることです。常識の範疇ということです。候補者や運動員の近くにカメラを持ってですね、男性3人がやってきてですよ、選挙の妨害をされたらですね、ここ選挙取材だって言って答えないって回答してるのにね、その先もしつこくことに来るわけですよ。これも明らかな妨害です。で、僕はちょっとこのまあ、ちょっと記事、ちょっと彼のね、この攻撃的な一面をすごく見えたんで、ちょっと出しとくと、このね、ちょっともう逮捕で逮捕で、あなたが逮捕していいんでしょって言ったでしょ。変わらないです。変わった、逮捕したって言ってんだよ。逮捕したいです。逮捕した。変わらないでください。今です。逮捕した。変わらないでください。逮捕した。変わらないでください。変わらないでください。変わらないでくださいよ。だから逮捕してる。変わらないでください。違うのか。逮捕してるんだよ、逮捕。自由妨害だよ。自由妨害。
だって、逮捕してるんだって。逮捕してるんだからじっとしろよ。警察来るまでじっとしとけよ。じっとしとけ。自由妨害罪だろ。自由妨害罪って言ってるんだよ。逮捕してるんだよ。黙れこれ。おい、おまわり来るまで待っとくからよ。どうかか、黙るな、黙るなって言ってんだよ。いやです、逮捕します。逃げる企てをするから。まあこんな感じでですね、もう明らかにこの仁王さんっていう人はもうね、日頃からこういうそや暴言と、これそや暴言というのは選挙中にこんなことをやってきてる人ですからね、これをまっとうな市民メディアというように報道されてるわけです。で、まあこんな報道がねされるのも、まあまあまあうちにも責任がないとは言いませんから、まあ全然言ってくれないんですが、ちょっと戻りますと、退去命令を出すと行動でやってる政治活動、まあ政治活動じゃないですけど選挙運動ですけどね、はい、原文のまま読みますと、選挙政治活動の取材に対して謎の退去命令なるものを出しすぎたんです。だから謎でも何でもないです。これは謎じゃなくて法律知識が乏しすぎるから謎になるんです。これ弁護士に聞いたら分かるでしょうし、こんなの警察からも言われてると思いますよ、この後ね。で、退去命令の根拠を問ううちに今度は私人逮捕だと言い出す。このだから私人逮捕もできるんですよ、ね、記者たちの手首をつかみ、さらには手首をひねり、その状態のまま引き張ったため記者が転倒し肋骨を骨折させました。いやいやいや、これね、だから肋骨骨折したんだったら警察は、僕たちが、僕や大橋議員がね、これ傷害罪でしょう、明らかに。そんな全然そんな権利かかってませんからね、先に言っときますよ。警察、これ、まあ、松戸警察の刑事さんにもう絶対ないです、田島さん、そんな心配しないでくださいって言われてますから、ここはね、この記事見て心配されてる方もいらっしゃると思うんで、はっきりと指定しておきます。この件で僕や大橋議員が傷害事件や暴行事件で、何らかの罪を受ける可能性はもう 100% な、まあ、僕 100% で言ってくれ、 99.99% ないですから。で、今自由妨害に適用されるかどうかを警察からの今折り返し待ちです。で、もしこれが自由妨害罪で起訴、あ、ごめんなさい、送検されない場合は刑事告訴するまで言ってますから、必ずこの件は検察に送ってもらいますから、もしくは警告という形の、まあ、公職選挙所の警告という形にのどちらか、そこはちゃんとはっきりさせますからね。皆さんは、僕は絶対曖昧にしない人だと分かってくれてると思うんで、ちなみに書類が来たらやろうと思ってましたけど、維新の会の大阪の摂津市議会議員の渡辺、さん、下の名前忘れた、渡辺議員、の僕に対する名誉毀損に関してはこれ完全無罪になりましたから、警察5月27日に大阪地検は立花無罪、嫌疑不十分です、立花さんは犯罪をしたという証拠は全然揃ってませんと、全くありませんというわけじゃないですけども、嫌疑不十分で無罪というのが出てます。ちょっと読みそれましたけども、その後も手首を掴んだまま地面を引きずる様子が確認でき、これらは全て動画と、映像として残されています。これを最初に書いておけばならないですが、この事件、私人逮捕の要件は満たしていないため、 NHK から国民を守る党の議員による、拘束は明らかに不当ですということです。これ私人逮捕の要件を満たしていないということはどうして言えるんでしょうかね。明らかに選挙の妨害に来た人を逮捕しているわけですから、これが どうして私人逮捕の要求を満たしていないと言い切れるんでしょうかね。これちなみに選挙ウォッチャー千代さんって、僕見てる限りそんな賢い人は思えないですよ、法律勉強してるとはね。で、次、 NHK から国民ウォルトの事件的背景ということで、これはどうなのかな、この辺はあんまり関係ないかな、もうここはいいか。この辺はちょっとあえて飛ばします。気になる人は見てください、長いのでね。公約を答えられる姿を見せたくないという気持ちもあろうかと思いますが、当然どんな人が立候補しているのかを知る権利もあります。何しろ中村典子さんが立候補している理由は松戸市議選に向けた売名行為であることを NHK から国民を守る党の代表立花孝志区議が明言しているのです。だから先ほど言っているように、
松戸市議会議員選挙に立候補予定の現職の前回再開当選のデリさん、ね、デリ議員を当選させるために同じプラネット政治団体、デリさんの政治団体プラネットロックというね、政治団体のロゴマークをですね、つけた人がですね、この市議大阪の松戸市長選挙に立候補するだけじゃなくて松戸市議会議員選挙の立候補予定者に対して妨害をしてきたわけですよ。もうこれ明白でしょ。これ何度も言うように僕デリさんの指示じゃないと思います。こんなのさすがにデリさんもこんなことをね指示したら大変だからね。だから彼らにとったらデリさんは議員でね、松戸の議員でもう神様みたいなもんですよ。同じ服着てね、わあ一緒にデリさんの政治団体の T シャツ着て俺はツイッターで写真撮ってるぞみたいな人がね、だからデリさんに忖度をして、まさに安倍さんにか公務員財務省の職員が忖度したみたいね、デリさんに忖度をして NHK から国民を守るとですね引きずり落として、デリさんが次の11月の選挙で当選させるようにやってると、こんなの疑われても仕方がない行為でしょ。でこれをまたこうやって書いとるわけですよ。これ千代君書くんだったらそこまで書かなきゃ。なお、ね、市民メディアと称して、取材に行った伊尾敦さんは松戸市民ではなく松戸市議会議員の前回再開当選をしたデリさんの支持者、あるいはデリさんの政治団体の T シャツを着ている写真をツイッターのプロフィールに載せてる人だと。入れとかなきゃ、こんなのね、一方的すぎるよねこの記事ね。本当は売名のために立候補してるんだとしても、それを堂々と売名だと言ってしまう候補者は見たことがあります。それは千代君が見たことがあるだけよ。だから本当のことを言ったらダメなのって話なんです。僕はだから何度も市長選挙は松戸市議会議員選挙で当選するための売名の選挙だって何度も言ってますよね。ということは本心を隠すことが正しいんですか、千代さんの言い方だったら。このように本当はデリさんを当選させるための妨害行為だけども、デリさんを当選させる妨害行為だって言ったらまずいから黙ってるっていうことでしょう。まあ、なんか汚い人ですよね。次でどれかな、この辺、他、市民メディアを私人逮捕すると言って拘束した2人の議員ということで、街頭インタビューを試みた市民メディアの2人に対し、日頃からNHK 集金に対してやってるような恫喝をしてきた NHK から国民を守る党の立花隆区議、葛飾区議と大橋正信が参加し、選挙の自由妨害を主張し私人逮捕だと言って手首をつかみ、さらには手首をひねり引っ張って倒し地面を引きずったのです。そもそも中村典子さんは行動で、選挙活動、これも選挙運動ですか、選挙運動してましたが、ただ立っていただけで、ただ立っていただけで街頭演説の真っ最中だったわけではありません。これもう全然間違いですからね。あのね、街頭演説の真っ最中でただ立ってたってもうこの認識が違うんですよ。流れてるでしょ、私は NHK から国民を守る党の、ね、中村典子です。あれはね、選挙運動です。選挙演説というのはマイクを持って喋るだけじゃないんですよ。選挙演説というのは IC レコーダーに吹き込んだものを演説として流すことは OK となってるんです。ちゃんと調べてますからね。 DVD とかの映像を出したらいけないんですけども、だからあれは表記を やらなきゃいけないです。しかも中村典子はチラシ持ってましたからね、これビラ持ってこれを配る体制で待ってるんです。だからただ立ってただけっていうじゃないんですよ。支援者の人にお話をしたりビラを渡したりするための選挙運動をしてるわけでしょ。で、街頭演説の声も流れてるわけですね。真っ最中で道に立っているところを取材しています。話がおかしくなり始めたのは立花隆さんが記者に対してビデオカメラを向けてきたことで、選挙活動中の候補者に肖像権はなく、葛飾区議である立花隆さんにも朝霞市議の大橋正信さんにも肖像権はありました。それは分かってますよ。当たり前で、僕たち肖像権なんか何も肖像権なんか主張してないから。しかし記者を逆撮影する正当な理由はありませんので、そもそも過剰な反応であることが分かります。だから記者を逆撮影する正当な理由はあるんですよ。現に大げさ太郎さんがこれまで絡んできてて、電話でね、大橋君になんか夜中に電話して絡んできててね、この森友問題でもいろいろと問題が起こってるから
念のために撮影してるわけでしょ。僕たちはビデオを回してるだけで、彼らは生放送してるわけですからね。こちらは必要な時に警察に見てもらうためにビデオを撮ったんです。でこのビデオがあったから僕たちは刑事さんにこれ全部もちろん見てもらいましたからね。これはまあ全然問題ないでしょって結論になってる。だから正当な撮影ですから、皆さんもこれね、 NHK の集金人が来たら必ず撮影してくださいね。また大橋正信市議は記者の背中を押して移動を促し、記者は体に触れないように求めましたが、おおよそ議員とは思えない暴言を吐きながら記者たちと対立し、立花隆区議が記者の手首を握って私人逮捕だと主張すると、大橋正信市議も記者の手首をつかみひねり上げ引っ張って倒しました。大橋正信市議は引っ張っている反対とは別の方向に倒れているため、記者が自分から倒れ込んだと主張していますが、一番のポイントは手首を一回転ひねりさせた、ひねり上げた状態で引っ張っているということです。そもそも手首をひねり上げる行為自体が危険であり、この状態で引っ張ればバランスを崩すのは当たり前です。これ本当にこんな行為してるんですかね。映像を見てこれから判断するしかないでしょ。皆さんは映像を見てどう思いますか。多分内田さんが出してる映像に映ってると思います。ね、こういうことも含めて民事裁判しましょうって言ってるわけですよ。僕たちが負けたらちゃんと慰謝料払いますよ。こんなの一方的にその大橋くんがひねったなんて記事書かれたら、こちらの名誉どうなるんですかっていうことです。ね、あまりね、このまま変な情報で流れていくということであれば、これ千代さん、選挙者千代さんに対してもそうですけど、この記事をですね、やっぱり乗っけた走者、このハーバーなんとかですね、に対してもこれ、やっぱり法的措置をしなきゃいけません。いけなくなるのでね、そういうことをする前に、まず僕は、選挙落ちは千代さんとちゃんとした取材の場で話し合いをさせていただきたいと思います。ここは選挙落ちは千代さんがここまで記事を書いてるわけだから、ちゃんと取材に答えますからね、そこで、取材に基づいた記事を書いてもらわないと、こんな一方的な記事を書かれたらまさに名誉毀損ですよ。ということで怯える様子が生々しいですが、逃走の恐れがなく証拠もあって、ある程度の身元が分かっている人間を私人逮捕と称して拘束する行為に何の正当性もありませんか。ある程度の身元って全く分かってませんよ。大江沙太郎ってだって偽名だし、選挙落ちは地代だって偽名でしょ。でもう一人の人はこれ本名出してるけど知らないじゃん。この3人とも何がある程度の身元が分かってる人間を私人逮捕しに、ね、で弁護士資格も持ってるわけでもないのに法律を熟していると自称する立花隆区議はって、さ、弁護士資格持ってないけど俺議員だよ。議員って条例作ったり変えたりするの、法律勉強してないとね。これ千代君みたいに法律勉強してないジャーナリスト、自称ジャーナリストは全然違うから、私人逮捕してもいいのよ。だからね、それで、何一つしないと利益を満たしないので、なぜ更生しまったか、大橋正信朝霞市議に至っては何を根拠に手首を、ね、引っ張って倒してあげる地面を引きずることに正当性があると考えているんでしょうか。この部分に関しては仮に選挙の妨害があったとしても認められるものではなく、肋骨骨折の重傷はしているので普通に傷害罪です。もちろん証拠の動画も残っています。 NHK から国民の党の異常性は、人が倒れているにもかかわらず誰も救出する様子が見られないことということもあります。立花隆区議は大橋正信市議の暴行行為、暴力行為を止めるスタッフがいないどころか、それを助長させる動きをしているというところです。大橋正信市議は自作自演を主張していますが、手首を一回転ひねり上げた上状態で引っ張って倒しているので、その主張は明らかな無理があります。結果として全治1ヶ月の重傷を負わせることになったのは、被害届が提出された時点で刑事事件です。もういいか、もうこれ以上読みたい人は読んでください。刑事事件じゃないって、だから被害届が提出されたからって刑事事件じゃなくて、被害届が受理されなきゃいけないんですよ。もうこの点でももう僕ね、ちょっとこれはちょっと飲んでて頭痛くなってきた。こんなことにまともに回答してる自分がちょっとバカらしくなってきた。もう全く刑事事件の様子が分かってない記者、これよく書いたね。これでも千代選挙落ちは千代さんがこんなことを書くのは、それは僕はよく分かります。ただこれを一方的にこちら側のね、
僕や大橋君の取材もせずにですね、こんなものを自分とこの記事として載せているこの不走者にはちょっと驚きですね。これあのまあここはね、不走者も多分よく調べずに出したんで、このハーバー、なんとかハーバービジネスオンラインはちょっとまあ僕電話番号も出してますから多分連絡があると思います。ここはですね、これ本当にこれ書いた選挙ウォッチャー千代さんよりもこれをそのあたかもハーバービジネスオンラインでこの一方的なその主張をですねまるで公平なように出したところも、これはちょっとね、あのこれからハーバービジネスオンラインさんと話をする機会を持たせてもらうつもりですけども、これ本当にこんなことでこの記事を訂正されないということであれば、まあ、これはさすがに、不走者を相手に法的手続きを取らざるを得ないと考えております。で、まあ、最後になかなかと話しましたけどもね、まあ、あのこの件はね、僕はこのような反論の動画を作ろうという気は全くありませんでした。っていうのが選挙ウォッチャー千代さんっていう人や、まあ、その大げさ太郎さん、まあ、この方はもう逮捕歴も半年ほど前に逮捕もされているようですし、二葉さんには至っては5700円しかないからお金ちょうだいっていうようなことを出している人ですから、誰が見てもこんなの見たら信用性のない人だっていうのは分かると思います。大げさ太郎さんは過去に郵便局のなんか貯金が凍結された、預金が凍結された、預金が凍結されるってなんか北朝鮮のね口座が海外で凍結されたとか聞いたことありますけど、僕日本人が郵便局の口座を凍結されたなんて初めて聞いた話なんで、何をしてる人なのかなってちょっともうびっくりしてますけども、まあそういう人たちから今、まあ、イチャモンというか因縁というか言いがかりを受けてるわけですね。でこれはあのお金がないから彼らは、このように僕たちに絡むことによって、まあ、これね、取材費とかもらえてるんでしょうからね、もうまさにお金のない人の言いがかりにあってしまったので、これを反論するとまた言いがかりをつけてくると思われるのでね、あえて言わなかったんですが、まあ、このようにヤフーのニュースに上がったということであるので、これはきっちりとやっとかなきゃいけないと思ったので、反論の動画なかなかどうですが作らせていただきました。ということで、気持ちを切り替えて明日もですね、立川市明日火水木金土で、土曜日までが選挙運動で、日曜日7月の17日はオフ会をやめてですね、7月17日は政治活動を立川駅前でやって、6時ぐらいまで夕方やってですね、この場所から、ニコ生の公式チャンネルがあります。立川市長選挙の公式チャンネルで、立川市長新会議員選挙の開放特番というのもありますので、楽しみにしておいていただきたいと思います。ただ僕はね、明日明後日そして、まあ、今週明日からですね、葛飾区議会議員の本会議がですね、まあ、第2回定例会が、開会しますので、明日は夕方ぐらいまでは議会の方にいてですね、その後立川に行くということになります。ぜひですね、立川にボランティア、今日は雨の中、今日も6人ぐらい来ていただいてですね、1000枚以上のチラシを履きました。ぜひね、こんな、本当にわけのわからない人たちに絡まれて、まあ、それも、まあまあ、有名になっている証拠だと思います。ということで、最後に大げさ太郎さん、そして二葉敦さん、そして選挙ウォッチャー千代さんね、正々堂々とやりましょうね。取材だったら受けますから、ちゃんと事前に時間を決めて、時間と場所をそちらの指定してもらえれば時間つけてやりますから、取材を受けます。で肋骨を骨折された、これ大怪我じゃないですか。それであればね、ちゃんと慰謝料を請求してください。それはきちりとこの日本の決められた民事裁判という形で、裁判の法廷の場で、しっかりとですね、どちらが悪いのか決着をつけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。長くなりましたが NHK をぶっ壊す。